ネットワークを通じて強くなって、ワンズ、力になった。これがね、今の状況をもたらしたんだ。私はもう確信を持っています。で今日は、三者会議のね、冊子が、これね、売られてますけれども、私が一番言いたかったのはそこなんで、私は今日の事態をね、勝ち取ってきたね、この成果っていうのは、スーパーヒーローじゃないんだと。ね、その山下幸之助さんっていうスーパーヒーローのね、後を受け継いだ軍党の力なんだ。ということをね、強調させてもらいました。で、これからですけれども、開門をするかしないかの第一ステージについては、我々は基本的には決着をつけます。今からは、無駄な抵抗を抑えて、いかに一日も早く、スムーズに開門をさせていくのか。これが第二ステージです。そしてその後に続く第三ステージは、短期開門レベルでまず開門をやらせた。そして全開門に至るまで、スムーズに開門を続行させる。そしてきちっとした開門調査を経て、今後宝の海に向けてですね、宝の海の回復に向けて、何をしてきたらいいのかということを科学的にね、明らかにする。これが第三ステージです。そしてその結論に基づいて、いよいよ宝の海のね、完全な復活に向けて、新しい時代の幕開けを切っていく。これが第四ステージです。どのステージもね、いろんな抵抗があると思いますよ。いろんな逆流があると思います。もうこのね、第1ステージから第2ステージに移った、この数ヶ月の動きを見るだけでもね、いろんなことがありますよ。で、今後第3ステージ、第4ステージ、もっともっといろんなことがね、あると思うんです。おそらく長い物質期が必要になってくるでしょう。まず、短期開門レベルでもいいから、開門したらね、海が変わりますよ、まずね。そしてそれを本当に以前のね、ものに確実に戻していく過程、これは長い過程がかかるかもしれません。でね、そこはね、引き続き私たちね、手を緩めずに頑張っていきたいというふうに思うんです。そしてそれを成し遂げるのはね、やっぱり一人一人の力だというふうに思います。